はいそれではですね、贈与税の特例制度、最後にお伝えしていくのは、結婚・子育て資金の一括贈与と呼ばれる制度でございます。でこれは先ほどお話しした、です、えー、教育資金の一括贈与、こちらに非常に似ている制度で、先ほどは教育資金のために使うんであればということだったんですが、今度はですね、結婚資金や子育て資金、こういったものに使うのであれば、1000万円まで。 非課税にしますすよという制度で,すでこの制度というのはですね、こちらも同じように教育資金として使った場合について、この領収書などをですね、銀行に提出をして、どんどん使ってくださいといったものなんですけれども、ほとんどあの教育資金の一括贈与と考え方は同じです。ただですね、 教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の贈与はですね実は全く違うポイントが一つだけあるんです。何かというと教育資金ののの一括増与は将来の相続税の対策になりますですが結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度というのは相続税対策には全くなりません。一切ならないんです。 で、これ何が違うかというと、このお母さん、このお母さんが1000万円結婚子育て資金として贈与します。贈与したとしますね。で、そこまでは一緒なんですけれども、贈与した後に、このお母さんがすぐに亡くなってしまったとします。1000万円使い切る前に亡くなってしまった。で、この場合どういった取り扱いがあるかというとですね、ここなんです。何て書いてあるかというと、 贈与者が死亡した場合これお母さんが死んだ場合ですねお母さんが亡くなってしまった場合管理残額つまり使い切れなかった金額を贈与者から相続などにより取得したこととされますつまり使ってない金額には相続税がかかるんです さっきの教育資金の贈与っていうのはもう上げたらもうスパーンと切ってですねまた関係なかったんですけれどもこっちの結婚・子育て資金は使い切れなかった場合についてはその残額について相続税かかってきますですので相続税を減らす効果というのはですね実は教育資金贈与よりは全然ないということになっていきますのでまあ2つ似たような制度があるんですけれどもまあちょっとそこは目的別にですね使い分けをしていただくとよりいいかもしれません。 とということでですね、結婚・子育て資金の一括贈与については以上とさせていただきます。